さん、あの頃のこと覚えている？パパと小次郎と、そして私と、三人でこの事務所を盛り立てていたあの頃さ。パパと小次郎が現場で、そして私がそのサポートに回り、次々と難事件を解決していった。あの時は幸福の絶頂だった。今になってそう思える。その通りだよ。あの頃はね、もう麻痺していたんだよ、私は。幸せを幸せと感じなくなり、自分にとって大切なものを見失っていたんだ。そう、大切なもの、私にとってね。小次郎、お前もひどい男だよ。勝手にパパを警察に突き出して、勝手に私の部屋を出て行って、勝手に事務所を辞めてって、勝手にうちを出し抜いて。私は今日いろいろと考えたんだ。幸か不幸か、することが全くなくなってしまってね。おかげで考えをいろいろまとめられたよ。なぜ私は働いていたのかなって。お前がここを出て行って、私は働いたよ、死ぬ気でね、と思ったんだ。私は何をそんなに焦っていたんだってね。私を仕事に駆り立てるものは一体何なんだ。そう考えを突き詰めていくとね、気づいてしまったんだ。何だと思う？どこに行くの？小次郎、お願い、もう少しそばにいて。ダメかな。いつもの私？どういうこと言うんだな、小次。いつもの私？お前が一体私の何を知ってると言うんだ。そんなこと言うなら、なぜ私のところに来たんだ。なんで私に優しくしたんだ。わざわざ家まで私を運ぶな。酔った女なんか解放するな。一人酒の女に声なんてかけるな。小次郎が、小次郎が優しくするから、私は甘えてしまった。甘えてしまったら、もう一人には戻れない。小次郎、お前のせいだ。お前がいけないんだ。責任を取れ。つらかったんだ、寂しかったんだ。小次郎がこの部屋を、そして探偵事務所を出て行ってから、ずっと男なんかには負けない。でもそれは小次郎がいつもそばにいたから、いたからなんだ。パパも言ってしまった。探偵事務所もダメ。そして小次郎までいなくなったらもうダメ。私限界なんだ。小次郎のこと何度も忘れようとしたんだ。だから必要以上に冷たくしたんだ。二階堂君に乗り換えようと考えたこともあったんだ。彼は優しくしてくれた。だけど違うんだ、小次郎じゃないんだ。小次郎、私を、まだ私のことを。小次郎、嬉しい。小次郎、抱きしめて。
私のことを強く強く。タカ君、どうかしら。結婚式で着たドレスなんだけど。見てわからない？ウェディングドレス。答えてあげることはできないけど、タカ君の告白嬉しかったわ。だからご褒美にそれっぽいことをしてあげる。そうだ、タカ君はうちで生活なさい。交換するにはちょうどいいわ。お母さん？そしたらいつでも一緒。恋人にも夫婦にもなれないけれど、ずっと一緒にいられるわ。ちょっと、それじゃあ私たちの立場はどうなるんですか？頑張ってタカ君を飲みしました。そしたら私とタカ君を半分でできるわ。向こう嫁と姑で半分。嬉しい嫁戦争が終わらなそうっす。メイドロボ関係ないもん。私だってメイドだからそんなの関係ないもん。私も関係ない。うわ、お兄ちゃんの妹だもん。関係ないもん。ということでこれに柚子原家の一員でいたくから頑張ってタカ君をお婿さんにもらいなさい。みんなお疲れ。ジェニーもお疲れ。あら、エレーヌは？みんなと一緒じゃなかったの？さっき B ブロックの方へ歩いて行ったわよ。またわけのわかんないことやってんじゃねえの。じゃあみんなお茶にしよう。レーザスコマンドよりセイレーンの翼へ。はい、こちらセイレーンの翼レディファントム隊。ご苦労だったレディファントムの諸君。君たちの働きのおかげでオペレーションディープワンは大成功を収めることができた。早速で申し訳ないが次の指令が入っている。まだ帰ってきたばかりだぜ。ガルドーバー中域のキグメス星にて現政府を打倒し、バド寄りの政府を確立しようとする地下組織の存在が判明した。レディファントム隊は速やかにキグメス星に向かい、その基地を奇襲。二度と立ち上がれないようその息の根を止めるのだ。作戦開始は UCT1420。 以上、君たちの幸運を祈る。了解、直ちにキグメス星に向かい作戦準備にかかります。ああ、これじゃあケーキすらゆっくり食べられない。後でゆっくりできるわよ。とにかくレディファントム隊出撃準備よ。レディファントム全員降下完了。どうやらエリオッチのやつはこの星の天候まで操れるらしいな。いい雰囲気になってきやがったぜ。リーダー、キャプテンに私たちのこと。そうね、キャプテンスパン、薄々感じてるとは思うけど、私たちのこの機体には私たちの肉体はありません。遠隔操作のパワードアーマーか。いいえ、この機体の中には私たちの幽体、つまり霊魂のみが入ってます。だからキャプテン、私たちをかばうような形で命を落とさないでね。どうやら受けて立つ覚悟らしい。じゃあみんな前進。誰だ？さてはお宝を盗みに来たコソ泥だな。この海賊キャプテンネロスの船を狙ったのがお前の運の月だ。ちょっと待ってよ、僕はコソ泥なんかじゃないって。ではなぜここへ来た？ミツバチのルミナから
あなたならドラゴンハートのありかを知っているんじゃないかと聞いたからなんだ。ほう、ドラゴンハートね。でもただで教えるわけにはいかねえな。麻雀で俺と勝負して勝てたら教えてやるよ。じゃあ始めるぜ。ん？お前が私を目覚めさせたというのか。そうです。あなたに聞きたいことがあるんです。ほう、まあ封印を解いて自由の身にしてくれた礼はせねばならんな。なんだ、言ってみろ。実は人間界へ帰る方法を教えてほしいんです。何？人間界へ？私もはっきりしたことはよく知らんのだ。確か水の妖精に会えばわかるとは思うのだがな。それには月夜の水晶がなくてはならん。しかしどこにあるのか私にもわからん。おう、そうじゃ、祈願城に住む三つ目族のパネロンなら知っているかもしれんな。まずはそこへ行け。そうですか、どうもありがとうございました。よし、目指すは祈願城だ。やあ、魚兄ちゃん、こんなとこで何してんの？あなたがルンパさんですか？あ？そうだけど、なんだよ。いや、実はさ、ピエロのチャオがどこにいるのか教えてほしいんだよ。あ、そういうこと。で、タダで話聞こうってのか？あ、そうそう、あなたに渡すものがあったんだ。はい、キュウリです。いや悪いね、なんか催促したみたいでさ。チャオなら確か月の草原にいたよ。じゃ、またキュウリ頼むよ。じゃね。変なやつだったな。ま、いいか。よし、さあ月の草原に急ぐか。待て、命ある者はここを通すわけにはいかん。お願いです、通してください。出なきゃ人間界に帰れないんです。しかしそれはできる。どうしてもというのに私を倒してみろ。え、それってやっぱり麻雀でしょうね。その通り。さあかかってくるがいい。これで結界魔法宅で召喚できる魔女いなくなった。また作れば我らとは奴と戦っているのだ。神官ポイント、ドラー様を頼む。ようこそ宇宙探偵ディバン。ニュースは捨て駒とはいえ、よくここまで迷わず来れた。しかしここからは一歩たりとも先へは進ません。我ら三元長寿自ら相手をしてやろう。早く寝ないと体に毒よ。はーい。ありがとう、アミちゃん。ごめんね、お姉ちゃん。狭かった？ううん。それより、今日はお姉ちゃんがついててあげるわ。本当？うん。だから、安心して、おやすみなさい。姫様、この町の北東に広がるルイーズの森に一人の老人がいます。その人物ならこの偽ドラゴンアーマーを外せると思います。本当なの？じゃあすぐその人のところへ行きましょう。わかりました。ただしその老人の住む小屋の周りには結界が張ってあります。私以外の人では見破れないでしょうから、私が先導します。私を先頭に出してください。それにしてもエラン、
なぜあなたがその老人を知ってるの？その老人って一体何者なの？まあその話はまた別の機会にということで。何か訳ありみたいね。まあいいわ。とにかくその老人のところへ行きましょう。はい。でもその前に情報を集めてアイテムを補給した方がいいと思います。さすがね。私に気がつくとは。姿を見せなさい。あなた何者？私は夢のナビよ。この国をダイナスター様から任された魔性六人衆の一人なの。ダイナスター？そうよ。ダイナスター様こそこの国を恐怖と混乱に陥れた元凶、偉大なる魔術師なのよ。ダイナスターはなぜそんなことをするの？さあなぜかしらね。自分で確かめたらいいわ。ただし確かめられたらの話だけど。でそのダイナスターの配下が何の用です？ちょっと確かめてみようと思ってさ。確かめる？何を？やだ、確かめるったらあなたたちの腕に決まってるじゃない。ダイナスター様には途中でちょっかい出すなって言われたんだけど、ただ待ってるのも退屈だしね。ちょっと私が遊んであげる。遊んであげるですって？姫様、こんなふざけたやつ私がぶっ飛ばしてあげるね。確かにあなたは強そうね。でもあなたが戦うのは私じゃないのよ。どういうことか？今教えてあげる。こういうことよ。ワールドチェンジ。これを見なさい。
私とも人質とは卑怯な。セリカを返しなさい。どう悔しい。私の美しさが妬ましいでしょう。美しいものは何をしても許されるの。許さないんだから。そんなに大取りにならないで。あなたたちにとっておきの舞台を用意したんですから。小惑星ちっちゃいがでお待ちしてるわ。では神楽坂ユナ、正々堂々私たちと勝負なさい。人質取っといて。何が正々堂々よ。お黙り。私たちとの勝負お受けになるの。ユナ、エリカ様、こっちは強すぎる。私のことは。セリカ。それともこの子を見捨ててお逃げになるのかしら。もちろんやってやるわ、セリカのためなら。そう来ると思ってましたわ。さあいらっしゃい、可愛がってあげますわ。バカにして。絶対許さないんだから。あなたたち、このままでは済まないのよ。この先にはあなた方の想像もつかない地獄が待っている。せいぜい束の間の命を惜しむがいいわ。1億4000万人のリスナーの諸君、超天才の起こる番組へようこそ。わしがパーソナリティのジーニアス山田博士じゃ。いやー、しかしわしの番組が始まるなんてめでたいの。今日はイワシのお頭付きに栗ご飯かの。パパ、イワシじゃなくってタイよタイ。それに栗ご飯じゃなくてお赤飯でしょ。おお、お前は女子三号のフランソワーズドローデンリッヒ山田ちゃん。でもまあ言いにくいから山ちゃんでいいか。何よそれ、パパが自分でつけた名前じゃないの。ちゃんと名前で呼んで。いやしかしな。おい、ペットのミーアよ、お前はどう思う。ミーアは天才博士が正しいと思うだし。それ見ろ、多数決で決定じゃ。今日から山ちゃんで行くぞ。ほえー、そんな、ペットのタヌキメラも多数決に入るの。何言っとる、生き物はみんな平等じゃい。そうだっしゅ、そうだっしゅ。だってだって、山ちゃんじゃかっこ悪いよ。なんか父親がつけてやった愛称に文句があるというのか。そろそろ反抗期かの。父親がつけた名前の方でいいのに。というわけで山ちゃんの呼び方が決まったところで、今夜はお開きじゃ。また会おう諸君。でやーまた会おうでしゅ、さらば。ちょっとパパ、全然自己紹介になってないよ。ありゃ、言っちゃった。もうしょうがないな。皆さんすみません。父がいい加減なもので、代わりに私が紹介させていただきます。父の名は、ジーニアス山田。世界征服を企む悪の科学者なんです。手始めにゲームの世界を征服して、子供たちの教育から自分に都合のいいようにコントロールするらしいのです。いろいろとご迷惑をおかけすることもあるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。ちなみに私は娘のフランソワーズ山田と言います。パパの助手と身の回りの世話が私の仕事です。山ちゃんと呼ばれるのは恥ずかしいので、皆さんはちゃんと名前で呼んでくださいね。あと、さっきいたのがペットのミーア。
タヌキと私の細胞から作られたタヌキメラなんです。それではこれからも頑張りますのでよろしくお願いいたしますね。今日はこの辺で失礼します。おやすみなさい。キリパはいつも正しい。これも見習わなくては。タヌキさん頼もしくなったわね。私に任せて。私に殺されるってこと。利用価値のない人はいらないわ。逃げられない。逃がさないわ。黙って殺されるのよ。とどめ。もう我慢できないの。じゃあ死になさい。ひざまずくのよ。わた、見える？見えないうち。遅い！なんちて。やられちゃいなさいよ。こんな戦いもうやめたいでしょ。逃げられない。逃がさないわ。チャンスはいただくわよ。で、逃げられた。すぎるのも体に悪いですから。違います。違うと思います。違うといいなと。
当だ。これが私。これ参ったよ。驚いたね。余裕だ。でもあまり周りには歓迎されてない。ダーパー大統領と国防長官の直轄研究機関だ。軍の干渉は受けないが、やっぱりこの扱いされる。しかも私たちの任務は敵扱いです。勝手に殺すな。まだ死んじゃいねえよ。サム、生きてたのね。大丈夫。救われたことも事実よ。ああ、